ホームビファーレン長崎の今日のメンバーです。ゴールキーパーは今日は笠原で来ました、3バックで予想しています。白井、串引き、二見、加藤勝、右に高橋、左米田、甲斐セザール、クリスティアノ、前線徳良と上中という11人です。アウェーの栃木 SC の今日のメンバーです。ゴールキーパーは川田、平松、これが J デビューゲームになります。カルロス・グティエレス、大森、中盤西谷と佐藤、右に黒崎、左に森で予想しています。前線宮崎、高萩、上田と入ります。奪って栃木、宮崎、左に上田、宮崎ブロックいきました。串引き、最後串引きした位置ですかね。これでシュートを、佐藤翔が最後狙っていきました。米田から中、そこを狙っていた西谷取った、西谷マイナス、シュートが浮きました。また高い位置で引っ掛けた栃木 SC にチャンス、再びの佐藤翔、クリスティアーノですが、その手前、ね、中入れて宮崎こう打ってきた。ちょっと前田さん、長崎が思うようにうまく前に行けないですね。そうですね、中は3人います。二見、中3人いるので、うん、そうですね、上げても面白いですよね。クリスティアーノのヘディング、非常に面白いボールでしたけども、はい、シビキから少し飛ばしたパス、おーおお、繋がった、宮崎シュートへ。シュートは増えてますが、なかなか枠に行きません。そうですね、イメージとしては悪くなかったですけどね、はい、右に少しずらしてファーサイドに巻いたシュートというようなイメージだったと思うんですけども、ここですね、ここ人数かけたいですね。宮崎、高萩、左が空いた、あ、面白い、完全にフリーになっている、中へのボール来た、栃木 SC 先制、上田です。まあ、いい奪い方でしたよね、ガッツポーズです。徳崎監督、はめる形はできてた栃木 SC、 ここで先制、ね、まずはしっかりとこう奪いに行く形でボールをうまく、ね、取ることができましたし、宮崎選手が時間を作りながら、やはり高木選手のここのイマジネーションというところが光りましたね。まず、まあ、その後に上田選手、少しトラップ浮いてしまったんですけども、しっかりとこうボールが落ちてくるのを見る作業をまずしてますね。大竹、もう一回、少しテンポ出てきましたね、はい、あとはどこで差し込んでいくかというところなんですけども、はい、大竹抜けてきた、素晴らしい、帰ってきました上中朝日。まあ、ここ中央で作りながらですけども、大竹選手が起点になってましたし、またここで慌てなかったというところが良かったですかね、まあ、また大竹選手が起点になった中で、あとは最後大竹選手の特徴出ましたね。ここで、まあ、一瞬の動き出しだったんですけども、上中選手の動き出しを見逃さなかったですし、あとはワンタッチで合わせられるようなボールを出せる大竹選手の技術が光りました、はい、まあ、その後上中選手の動き素晴らしかったなと思いますし、この後、まあ、キーパー来てるんですけども、ボールに向かってくる、面白いボールでしたけどね、際どかったですね。そうですね、まあ、狙ってはいないと思うんですけども、誰か触ればと、532で今守備のブロックを敷いた長崎、間に入った八千田、高橋の裏、面白い、森コントロールショット、よく止めました笠原。シュートでしたけど、ね、よく止めましたね。ポイントとかも出ていく作業というのが必要になってきますね、はい、うん、大竹から左、米田、エジガルジュニオ、よく触りましたが川田、どうですかね、大森選手がしっかりとついててたの で、ね、エジガル選手が余裕を持って当てることができなかったと、大竹のパスカットした佐藤、ナイスタックル、高橋、山崎、西谷が、山崎のファウルを取ります。
イエローカード山崎。山崎選手ですか。でも2枚目ですよ。2枚目ですよね。はい。そうですね。山崎ですから2枚目退場処分になりました。うん、試合終了のホイッスルです。1ポイントを分け合う形になりました両チーム。